乙女の石踏みは、岐阜県白川町の作領田神社境内にある、満州国における黒川開拓団の慰霊碑の一つ、1982年に建立された。当初、乙女に関する説明文はなく、戦後70年以上詳細は秘密にされていたが、2013年、頃から当時ソ連兵からの性暴力を受けていた女性たちが性接待に関して証言し、 石文みの事実が明るみに出た。2018年には説明文が追加された。万盲開拓団として、旧黒川村の29人の住民は1941年4月吉林省、東寄明に入植した。その翌年4月から毎年3回入職が行われ、129世帯以上600人以上が入植した。東寄明駅にほど近い場所に本部を置いた。 1945年8月15日の太平洋、戦争敗戦と共に暴徒化した中国人が押し寄せており、中国人やソ連兵からの虐殺や略奪、強姦の危険が迫っていた。黒川海拓団に隣接していた雷民海拓団と高田海拓団は襲撃に耐えかねて、すでに集団自決し全滅していた。黒川海拓団でも服読する自決の選択に、 迫られていた。ここで団の幹部は、駅に駐留していたザバイカル軍第36軍のソ連兵に開拓団を守ってもらうという規則を用い、生きて日本に帰還することを選んだ。その際に代償として、数えで18歳以上の12から15名の未婚女性がソ連軍の性接待係として差し出された。女性らに拒否権はなく、団幹部に強制された性暴力であったと、 評価されている。ソ連進行後、ソ連兵からの合姦などは各地で行われていたが、性接待のために女性を差し出す事例は極めて稀であった。把握されているだけでも満州では48開拓団が集団自決しているが、接待に出された4人が性病で命を落とす一方で、団員数650名中450名が日本に帰還しており、驚くべき。 生管率であった。接待所に設けられたベニア板タバリの部屋に毎日数名の女性が呼ばれ、女性一人当たり四人の将校を相手に成功させられていた。部屋の外には医務室が置かれ、戦場係が軍隊のうがい薬をホースで正規から子宮に入れて、性病を防いでいた。また、女性たちのために風呂を用意していた。しかし、当然否認せず、 毎日複数人から合刊されていたため性病や発信地層で4名が現地で死亡しているほか、帰国後長期入院を余儀なくされた女性もいた。接待症は開拓団内と吉林省の等、より明駅の2カ所にあり、接待は約9ヶ月間続いた。博多港に引き上げた後、満州で合刊された女性が多く診察を受けた2日、司法要所などで、 中絶などの処置を受けた女性もいるとされている。1982年に遺族会は桜大三上社内に石踏みを混流したが、性接待のことには触れず、乙女の石踏みの内容は伏せられていた。記念誌には下書き段階で性接待の内容を記していたが、最終的にその真実は除去され、女性たちも頑張ってくれた程度に止められていた。 なお、乙女の意思文そのものに対し、否定的なコメントを残した被害女性もおり、必ずしも全員の意思によって混流されたものではなかった。2012年に黒川開拓団遺族会の会長となった男性は、初めて性接待の事実を知り、タブーとなっていた事実を非分に残すために尽力した。遺族会が被害女性らの理解を得て、 2018年11月18日に新たな碑文が完成し、除幕式が行われた。戦後70年近く、性接待の事実は秘密にされていたが、2013年に初めて接待を強いられた女性が証言施行になった。戦後70年が経ち、被害女性も80代や90代になっており、最初に証言した女性も2年後に死去した。その後、 他の被害女性たちも体験を証言するようになった。何も知らされないまま接待所に連れて行かれた当時17歳女性は、接待と聞いて、主演などの接待だと思っていた。しかし部屋には、布団が並べられており、女性たちは全裸になり並んで寝かされ合姦された。銃の先端で女性を動かし、銃を背負ったまま合姦されたと証言した。17歳や18歳の少女は、 お母さんお母さんと泣くだけで手をつなぎながら耐えていたと証言した。一時期は中国兵を相手にすることもあった。戦後身内の団員の男性たちから受けた中傷にも女性たちは苦しめられた。接待に出てくれと頼んだ男性からいいことしたでいいじゃないか、減るもんじゃないと中傷されたと証言している。遺族会の間でも性接待に関する話題は避けられていたが事実を知る。 男性団員などから団員を守ったはずの女性たちが帰国後噂を立てられ、中傷を受けるなどし、女性たちは事実を隠し口を固く閉ざすようになっていった。中傷を受けた女性のうちの一人は村を離れ、結婚し、荒野だった昼賀の高原の開拓を手伝うこととなった。被害者の一人が万毛開拓平和記念館で証言するなどし、 徐々に事実が知られるようになり、報道番組でも2017年には NHK のマンモ拓会団の女たち、山口放送、記憶の折などが作成され、全国に知られることとなった。2018年8月15日には朝日新聞が証言を報じた。NHK のマンモ拓会団の女たちは、鴨川出版から告白岐阜 黒川万毛開拓団73年の記録として出版された。長期にわたって証言しなかった被害者らが2010年代になって証言を公にし出したのは自らの死を意識し始めたため教訓としておきたいと考えたことが一因であるとする説が公表されている。ありがとうございます。